どうもワンちゃんです。さあ今日はですね、まあ、久々に職場でね今撮影してるんですけど、以前こちらの動画出させてもらったと思うんですけど、僕はね今ねニューバランスのスパイクを履いてまして、これがこちらなんですが、じゃん、こちらですね。これはね以前の動画を見てほしいんですけど、公園野球するときは今これ履いてます。大体あれ買ったらいつやったか春ぐらいやったと思うんで、まあ、3、4ヶ月使ってるんですけど、お手入れ動画とかワンチャンネルあんま出してないと思うんですけど、まあ、今回はこのスパイクをちょっと磨いていこうかと思います。今回ね使うのはこちらです。じゃん、スラッガーなんですけど、これね僕はグラブで使ってるんですよね。グラブのお手入れで使ってるんですけど、よく見るとここグラブスパイククリーナーって書いてるんですよね。スパイクはもうブラシでバーってやるだけなんで、ちょっと今回はこれ使っていこうと思います。初めて使います。グローブには使ってるんですけど、スパイクは初めてなんで使っていきたいと思います。現状はこんな感じ。まあまあ汚い、まあ、黒なんでね、ちょっと汚れは目立ちますね。スライディングもしますし、ということでやっていきたいと思います。草野球ワンチャンネル。ちょっとこれ今室内なんで、ちょっとブラッシングだけちょっと外でやってきます。ちょっとお待ちください。今ブラシでだいたい7分ぐらいですね。7分磨きました。まあ、これでもちょっと綺麗になった感じあるんですけど、クリーナー使ってやっていきたいと思います。でもここもね強いです。はい、ここも破れないんで、つま先も補強されてんで強いですね。ピッチャー僕たまにやるんですけど、はい、まあこういう話をしながらね、ちょっと次はこのクリーナーを使ってお手入れしていきたいと思います。はい、ということでこっちのカメラとこっちのカメラでちょっとやっていきたいと思います。スパイクで使うの初めてなんで、どうなんやろ、やっていきます。まずは薄く伸ばしていく。これでもどうなんですか、 みんなはこういうクリーナーとか使ってお手入れしてますか、それともブラッシングのみでやられてますか。なんかグローブとかはね結構こだわりある人いると思うんですけど、スパイクは皆さんどうなんですか。僕は結構ね正直ねブラッシングで終わらしちゃうタイプですね。あーでもこれあれやな、そのまあグローブと比較するのはちょっと変な話なんですけど、結構伸びるんで全然少量でいけるっすね、スパイクは。ちょっとよかったらね皆さんコメントにスパイクのお手入れ方法、どういうクリーナー使ってますとか、もしあれば皆さん教えてください。これでもやっぱねめっちゃ綺麗なんだ、当たり前やけど。あ、こんな感じですね。結構汚れ落ちてる。まあ、スパイクの話すると、前までずっとアディダスとか使ってたんですよね。軽くて軽いのがいいと思ってて数年ずっと使ってたんですけど、まあ大谷選手の影響でニューバランス履いてみたいなと思って買ったんですよね、これをね。で思いのほか良くて、なんかやっぱ僕の勝手なイメージはニューバランスって重いとか結構こう重さがあるメーカーさんやと思ってたんですけど、まあ、実際履いてみるとそこまで重さを感じないですよね。重量は確かにアディダスとかよりはあるんですけど、履いてると軽い印象です。だからこれが何なのかがちょっと分かんないですけどね、あんまりこう重たって思わなかったんで、僕結構ニューバランス今ね気に入って履いてるんですよ。でこの EPU ソールみたいな、ちょっと忘れちゃったんでテキスト貼っときますけど、どうせポイントみたいな感じなんやろなと思ってたんですけど、案外ねちゃんとかびます、これ。でもちょっと減ってきたんで、まあ正直言うと金具より減りは早いかもしれないですね。想像以上にその金属に限りなく近いソールやなと個人的には思いました。足の疲れがマシになりましたね、このスパイクを履いてると。うん、めっちゃ綺麗になる。でも伸びがいいな、やっぱスパイクに使うと伸びがやっぱグローブよりいいし、グローブより雑にいけるんでいいっすね。まあでもおしゃれは足元からっていうように、野球もねやっぱり地面の力をもらうのはスパイクやと思うんで、走るにせよ守るにせよ打つにせよ、自分が、まあ、気に入ったっていうのも大事だと思うんですけど、自分が得
フォーマンスを発揮できるスパイクが一番いいんじゃないかなと個人的には思いますけど、皆さんはどういう、まあ、グローブはねこだわる人多いと思うんですけど、スパイクのこだわりちょっとよかったらコメント欄にお願いします。ちょっと参考にさせてください。はい、こんな感じです。いい感じ、いいね、かっこいい、やっぱかっこいいね、これかっこいいですよ。じゃあ次もう一足もちょっとやっていきます。よし、これでちょっとブラッシングします。やっぱり、まあ、グローブ同様ブラッシングするとツヤが出ますね。これしてない、ブラッシングしてない、これしているやつ、ほらちょっとちゃいますよね。ほらブラッシングだよ。はい、 OK、 こんな感じ、完成です。完成、いいね。まあ、正直夜の11時半にする撮影ではないです一人で、しかもチャンネル登録よろしくね。はい、ということで完成しました。こちら綺麗、超綺麗ちゃいます、いい感じだ。黒はやっぱちょっとお手入れしないと汚いです。で、まあこのニューバランスのスパイクね、どうなんやろ、履いてる人いてますか、どうでしょう。僕あんま出会ったことないんですけど、まあ、このレビューもね他の動画でありますし、まあそれからまたレビュー軽くさせてもらいますと、まあやっぱり滑らない、このソールでも滑らない。ただ、まあ、摩耗度は金属よりはあるかなっていう、もうちょいあったんで、うん、摩耗度はちょっとポイントと同じぐらいのスピードかもしれないですね。うん、でもやっぱこれが硬いし、まあ、中になんか入ってんのかな、これこうね、中にねこう色変わってるとこ棒みたいなのが入ってるんで、強度はやっぱあるんじゃないかなと思います。まあもし気になる人は概要欄にちょっと貼っときますので、購入してみてください。結構ねいいです、かっこいいし、これはあのアモーシューズに変えてるんで色はちゃうと思うんですけど、まあこうやってカスタマイズするのもありだと思います。はい、ということで今回はですね、スパイクのお手入れをこのスラッガーの汚れ落としを使ってスパイクをお手入れしてみたっていう動画でした。まあ他の動画もねたくさんあるんで、皆さんよかったら見てください。ということで、今回の動画は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。おきに。サヤキューワンチャンネル。